OBM のドミニクをオビエ・エジャリアは、イングランド・ロンドン・サザーク,ク出身のプロサッカー選手。レディング FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。アーセナル FC のユースチームでプレーを始め、2014年夏にリバプール FC と契約を結んだ。2016年7月に開催された、トレンメア・ローバーズ FC とのプレシーズンマッチに出場した。 2016年9月のリーグカップダービーカウンティー FC でトップチームデビュー11月のワトフォード FC 戦でプレミアリーグ初出場2018年1月31日サンダーランド AFC にシーズン終了までのレンタル遺跡で加入2018年6月7日リバプールと長期契約を結び契約を延長したことが発表された同時に レンジャーズ FC に1年間のレンタルで移籍することも発表された。しかし、12月15日にシーズン途中でのローンバックが発表され、翌2019年1月7日、今度はレディング FC へシーズン終了までのローン移籍が発表された。その後、登録上は一ドリバプールへ戻ったが、2019年8月8日に再度レディングへのローン移籍が発表された。 なおこの遺跡は2020年6月までは、老院遺跡扱いだが、翌7月には完全遺跡となるものである。エジャリア自身はイングランドで生まれ育ったが、両親がナイジェリア移民のためどちらかの代表を選ぶことができた。2013年には U-17 ナイジェリア代表のトレーニングに参加している。その後、ナイジェリア A 代表からの誘いもあったが、2016年9月に、 U-20 イングランド代表の招集に応じた。優勝した 2017FIFA U-20 ワールドカップではグループステージの韓国戦と準々決勝のメキシコ戦に出場した。ありがとうございます。